この入管法提出にあたって検討したんですか？国際人権水準に合ってるか合ってないかどうか、国連の直前の勧告も踏まえて党内で大臣議論したかどうか教えてください。党内の議論については私がここで お答えすることは差し控えたと思いますが、私はこの法案が大変重要な法案であり、そして与野党で大いなる議論になるし、大変私の立場も難しいものになるということを十分承知の上で今この現状においてこの法案を通すことが私は日本にとっていいという決断をしました。でその決断をするにあたってもちろん法務省の事務方とも相当の議論を重ねてまいりましたし、それからさまざまな国際機関からの指摘についてももちろん考えた上で私はこうやって提案をさせていただいているということであります。そして内容についてもしご議論をされたいのであれば、一つ一つちゃんと事前に通告をしていただいて、我々もそれについて真摯に答えますから、こういう形のやり取りは私あんまり生産的ではないと思いますよ。今回共同書簡については質問通告するというのは言っています。中身は一緒ですよ。国連の人権規約委員会からの勧告と、それから今回共同書簡で出た、論点は同じものです。同じ指摘が国際人権法に合致しないという指摘は同じものです。とても基本的なことで、今回法案を出すにあたって国際人権法ちゃんと議論したんですか？省内で議論したとおっしゃったんですが、ちゃんと議論したかどうか教えてください。議論してますし、その内容についてもしこれで審議をしたいんであれば、事前に言っていただければ私もきちんと準備をして実りある議論であるように答弁できるんで、ぜひお願いします。はい、入管法の議論あるいはその他の時にきちっと議論したいと思いますが、ただ共同書簡が直前に出されて、これも極めて重要なものだというふうに思いますし、これ公開書簡ですので、このことに基づいて質問しなければならない、こういうのが出てるにもかかわらず、まずは入管法の見直しをしようとしない日本政府の立場はですね、国内外で批判をされているわけです。極めて問題だと思います。ぜひ入管法抜本的にですね見直すよう、今のをやっぱり取り下げて抜本的に見直すよう強く申し上げます。